第3期の記録のために教えてくれる八尾さんに差が生じてしまったと思います。チキンピッキは枯れ始めが早かったため収穫量が一番少なくなったのではないかと思います。どのチキンピも白が一番多く収穫できたので白い坊ちゃんが一番なりやすい品種であることが分かりました。これはマルチにも含めた全体の収穫量です。123合わせて404個収穫することができました。収穫時間です。1個あたりにかかる時間を比べました。試験区1は7秒6、61秒、試験区2は